はい、バンブーです。今日はシティーズスカイラインズやっていきたいと思います。それで、住宅の需要がガンガン伸びているので、この新しく水抜いたところを住宅地区にしていきましょうか。なんだこれは、地価が低すぎますそっか、水辺だったから地価あったけどなくなっちゃったからね。なんか公園建ててあげようか。この辺に植物園建てよう。あ、地味に届かないな。あ、ここ建てられるじゃん。はい、さあ道をどうやってつなぐか。とりあえずこっちはこっちの町を作って後でつなげよう。うん、こんな感じかな。で、水抜き部隊はちょっと一回いなくなってもらおう。さあ、あとは道路をどうやってつなげるかだな。あ、つながったいや、これは嫌だな。これも津波対策の一つとして残しておきたいんだよな。え、めっちゃ下にくぐらせる。あ、無理なんだ。あ、行ったな。これ土盛り直せないかな。盛り直せないか。まあこれぐらいは勘弁してやるか。しょうがねえ。それと砂利道でつなげていくか。うん、いいね。あ、やばい。これは危険だ。海の方から水持ってくるのはやめよう。あ、ここつながってるからいっか。こっちの方から伸ばしていこう。ここをまず一回、住宅区画にして、で、商業だな。商業はまだここら辺建てれるからな。一回この辺を高密度にするか。あ、でも匂いそうだな。ここにしよう。はい。で、産業か。あ、産業もういっぱいいっぱいだな。そしたら産業の場所を作るために、また水抜きするか。あ、やばい。なんか水入ってきてないか。どこだ?いや、気のせいか。いや、気のせいじゃないな。あ、ここかな?ここから染みてる?もしかして。ちょっと一回わかんないから吸ってみるか。よいしょ。また街中にポンプ室が現れたな。さあ、これはどっから来てる?やっぱこれか。なんか染みてるよな。ここなんか建てるの禁止。さあ、土を盛るか。よし、囲ったから今度は水吸うか。よっしゃ、吸え。あー、いいねめちゃくちゃ吸ってるわ。意外とすぐに土地は出来上がるでしょう。おっと、また水が入ってきたぞ。あー、ここにやっぱ立っちゃうからなのか。この崖沿いの区画はすげえ危険だな。あ、これここに置いといていいかもしんないね。あ、そんなこと言ってる間にこっちの水抜き終わったね。おっと、なんだ、津波来てるのかこれ。ね、波来てるよねこれねいや、もう来てるよもう来てるんだって。あらー、あらららら。あ、ここもダメだな。突破するな。あらまー。あ、でもここのね、地区のおかげで本島が守られるねいや、津波 3.5 やばいな。あ、崩壊した。いや、そりゃそうか、崩壊はするわな。あ、でもこの町の作りすごいね。本島を絶対守る布陣になってるね。いや、でも意外と悪くない結果になったんじゃない。で、これよくよく考えれば汚水が来てるわけじゃないからさ、このまま吸ってもらえばいいんだよね。いや、びっくりした。津波を検知するの遅いな。やっぱりここで検知したところでって感じか。あ、てか観測部位どこ行った。あ、これは観測できないだろう。だってもう陸に上がってるもんね。いや、なんか気づいたら津波来てるっていう最悪のパターンだったな。これはあれだな、この辺のエリア買って津波観測部位置くべきだな。一番離れたところで津波観測部位を立てる。2つぐらい置いとけば大丈夫でしょう。こっちの復興をしてる間にこの新しい土地を再建するか。よし、これでいいね。ここを産業エリアにしよう。
そろそろ地区の名前もつけてくか。ここの新しい地区。ここの地区の名前は最終防衛ラインですね。津波的にね。多分こう広がっていっていろんな防衛ラインはできるけど、最後の彼らの頑張りで本島のなんか上級民族が助かるかどうかが決まると。うん、貨物港ががっつり混んでるね。これはでもここに道路通せばいいんじゃない。あ、通せないじゃん。誰でこんなとこにゴミ置き場置いたの。よいしょ、これでいいか。これは貨物港をもう一個建てた方がいいな。これ今全部商品がここに集中しちゃってるからめちゃくちゃ混む。鉄道にするか。でも鉄道路線ないからね。結局鉄道路線引っ張ってこれないっていうことはやっぱ海で輸送するしかないんだな。よし、こっち側を開発しよう。このぐらいの広さあればいけるかな。あ、いけそうだね。で、道は砂利道でつながるか。この傾斜さすがに無理か。あ、でもこのあ、やばい、あ、それはまずい、それはまずい、ストップ。ういそうなるのね。危険だな。非常に危険だな。違うんだよな、下に降りてほしいわけじゃないんだよな。よし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 、これでこうだ。あ、いいじゃん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 、セーフ。ここもこうして、あ、この辺につなげればいいね。よし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 、激しいなこの道も。またよし、これで2つ目の港ができたから渋滞が分散するんじゃないかな。お、なんだ、おい、ちょっと待って、津波を検知しました。遅いんだよさっきから来るの。津波が来る方って一方だけじゃないんだね。あ、ストップストップストップ、諦めてる場合ではない。みんな避難しろ。もう意味なさそうだけど、でもやらないよりはやった方がいい。うわー横からの攻撃まだ弱いんじゃないか。しかもまだどのぐらいのサイズかわからない。いやー、いやー、ちょっと待って、これめっちゃここに立てて来た津波吸えないかな。よし、これぐらいかな。いける、津波すぐ吸える。いや、違うな、なんか思ってたのとは違うけど、ここにも置けそうだったね。ここ置こう。いや、これ頼もしいんじゃない。さあ見てみよう、これ吸うぞちゃんと津波を。津波も吸えて水ももらえて一石二鳥だ。これでかくないか、この津波。今回ほら吸うんだ。全然間に合ってないですね。いや、今回でかすぎだろこれ。サイズいくつよ。広すぎる。これ一回焼け野原になるぞ。シェルターに何人か入ってることを祈ろう。いや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 、これでかいぞ。結局いくつかわかんないしな。あー、人口が2000人になってしまった。何人逃げれた ?143人。おっと、何人、こっちは何人、57人。おっと、200人しかしまえてないな。いやー、今回でかかったな。いや、災害規模 2.8 は嘘だろう。いやー、ひどい。でもこんな中バスを待ってる人いるのやべえな。いや、人口900人はやべえな。もう市民を解放しよう。早く復興してくれ。あー、船着き場、唯一の外とのつながりが消えてるんだ。これはこれはめっちゃ融資受けっとくか。非常事態宣言だよこれは。よし、あ、また来てるんだ、すごいね。はあ、なるほどですね。やっと復活し始めたのに、え、これ見なきゃダメ？
もう見たくないけどな。あ、でも今回はほら本島を守られたから大丈夫だね。災害規模 2.8 レベルではノーダメージだね、この状況下においても。まあでももう厳しいわな。検知しすぎじゃないですか。本当に起きてるんですか。あ、なんか元の姿に戻ったね、計らずとも。やはり人間がそんなに地形に手を加えちゃいけないってことなんだろうな。神の逆鱗に触れたよこれは。あまりにも自然を破壊しすぎている。うん、すごい勢いで人も来るようになってるから無事復興できそうだね。まあ今お金はマイナスになったけど。はい、というところで今日はこの辺にしておきます。まあ予想通りね、津波の備えしてなかったから当然の結果にはなったよね。いつかはこうなると思ってた。まあただ復興できないほどにはやられてないんじゃないかなとは思ってるんで、このまま次回も続けていきたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録お願いします。それとツイッターの URL が概要欄に貼ってありますので、ぜひフォローお願いいたします。